熊本市の看板や住吉工芸社です。先日日頃お世話になっているサイベート株式会社さんの記念パーティーに出席させていただくため東京へ行ってきました日頃電話やメールばかりで顔を合わせる機会がないので交流を深めようと図々しく2次会まで参加させていただきましたいやー皆さん若いですねそしてパワフルですただ単にパワフルではなくて成長と 貢献という企業理念に基づいて明確な未来へ力強くそして楽しく確実に進んでいる印象を受けましたもう本当おじさん嬉しくなっちゃいましたね帰りは迷子になって歩き疲れたのかホテルに着いた頃からの記憶がほとんどありません、まあ、無事に帰り着いたので、えー、よしとしますえー、翌日いろいろと用事を済ませて 時間に余裕を持って羽田空港に到着しましたビールを飲みながら、えー、YouTube をチェックしていたらですねジェット大輔さんが羽田の絶品カツカレーを紹介してたのでこれはちょっと食べとかないともったいないかなと思って、えー、食べに行きましたなんか疲れ切った顔をしながら、えー、食べてますが、えー、とても美味しかったです YouTube で紹介してあるものをすぐに食べれるって本当面白いですよね、えー、不思議な感じがしました 空港で誰とも合流することなく、一人寂しく熊本へ帰っていきました。いやー、東京って本当刺激的で楽しい街ですね。近いうちに遊びに行きたいです。それではまた。